行きたい場所とかあるんですか？わあ、それは考えてなかった。どんなデートするつもりだったんです？まあ、僕くらいになるとベル君がいてくれるだけで視界はハッピーパラダイスだからね。場所なんて些細な問題なのさ。じゃあ適当にあれこれ見て回る感じにしましょうか。うん、もちろんそれで。はあ、神様。いいこと思いついちゃったぜ。ベル君、明日はさ。ごめんよ、ベル君。待ったかい？僕も今来たところなんで大丈夫ですよ。違う。え？待ってる側はもっと余裕を持って、無尽蔵な包容力で僕をキュンキュンさせてくれなきゃ。すみません。くぅ、だから謝っちゃダメなんだってば。そもそもどうしてわざわざ待ち合わせを？一緒にホームから出てくればよかったんじゃ。何言ってるんだい？待ち合わせこそデートの醍醐味、ドキ枠の宝庫だろう。よくわかんないんですけど。まあいいや。それよりデート始めようぜ。ここ最近可愛い装飾品が置いてるって有名な店なんです。へえ、そんな女の子が喜びそうなお店、どうしてベル君が知ってるんだい？まさか他の女の子に誘われて？違いますって。神様と出かけるのでリリに聞いて。サポーター君にデートのことを？言ってません。いたら大騒ぎになる気がしたので。クラネルさん。あ、リュウさん。やはりあなた方でしたか。おみゃたちも買い物にゃ？はい、この店の評判を聞いてちょっと覗きに。リュウさんとクロエさんも？ええ、まあ酒場の制服に合わせた装飾品の一つくらい身につけてみたらどうだとシルに言われまして。ニャーは監視役だニャー。リュウの買い物を見届けてこいと言われてるニャー。
私一人ではいつまでも拉致が開かないと思われてしまったようです。そうじゃ、せっかくだし少年、竜に似合いそうなものを選んでやったらどうにゃ。ねえ、僕がですか？クロエ、何を。いいにゃいいにゃ、オスの選んだものなら竜もつけざるをえんにゃ。その…ちょっと待った、黙って聞いていればなんだいなんだい。ベル君は今僕とデート中なんだぞ。他の女とイチャつくなんてひどいじゃないか。イチャつく。ベル君行くぞ。君の初アクセサリー選ばせ券は誰にも渡さないんだからな。あいつらアクセサリー買わずに行っちゃったけどよかったにゃ。そう、まったくとんだ邪魔が入っちゃったよ。まあまあ神様。おう、トチビアン。ギェ、この声。大層な挨拶やないかい。邪魔しないでくれ。僕はベル君とデートの真っ最中なんだ。君の相手をしてる暇なんてないんだからさ。はあ、ドチビのくせに生意気にデートときやったか。そんなん聞いたら邪魔したなんのが人の性ってもんや。わあ、その辺のアホども、ドチビがデートしとるらしいで。何？マジマジ？ロリガミのヘスティアがデートだって。うひゃー、お相手はリトルルーキーちゃん。こりゃ面白、興味深い。ベル君逃げるぞ。僕たちのデートを暇人どもの酒の魚にされてたまるか。逃がすか。ドチビラを追うんや。絶対逃がすな。おう、失礼します、神様。喜んでんのや、この祭りが。神様、暴れないでください。ああ、ようやく振り切った。全然デートらしいことできなかった。せっかく楽しみにしてくれてたのに、すみません、神様。ううん、僕は楽しかったよ、ベル君。久しぶりにベル君と二人で過ごせて、僕は満足さ。でも…そういえば、前もこんなことあったね。そういえば、以前も神様と待ち合わせして、女神様たちに散々追いかけ回されて。そうそう、なんだか懐かしいな。あの頃はまだ眷属は君しかいなくて、それに比べるとうちも随分と賑やかになったよな。ベル君もずっとずっと成長したし。そうですか。自分じゃ全然。君はすごい速度で成長し続けてるよ。それこそ僕たちの環境と同じように劇的に急速に。神様。でもさ、ベル君、僕は信じてるんだ。どんなにいろんなものが変わっても
僕とベル君の関係は絶対に変わらないってさ。はい、僕と神様はずっと一緒です。まあ、ベル君が僕たちの仲をもっと進展させたいって言うならそれはそれで大歓迎だけどね。神様これからもよろしく頼むぜ、ベル君。